はい、今日も僕が持ってきました企画。なんすかね、今日マジで投げたかって。お前、企画名いく？お願いします。今回の企画は、彼女持ちのメンバーにカニトラ仕掛けてみたらどんな反応するのか。よいしょきょ協力してもらうと、来てもらいましょう。中身は、あれおなじみ、はい、まあ、俺は、もう何が何でもキングが、落ちるまでやりたいと思ってる。だからもう、ガチガチに攻めていきたい。絶対、その何今回の動画で、なんていう裏切りとかマジなしでしょ。いや、それは、それやっていきましょうか。ってことで、本日もやっていきましょう。レベッキュストーリー。さあ、迎えに来い、キング。やあ、キング、これで誰がアカペラ上手いかで晩飯決めろ。はい、僕は救われたんだよ。本当にありがとう。じゃあそれ、はい、ここ、こっちも OK やんか。OK、今酒買いに行こう、マジで。寂しい夜は俺ら4人で行く。うん、じゃあお前も飲めよ。あ、ええよ。行こう、行こう。お前酒飲まやん。今からですよ、コングさん。え、もう絶対裏切んない、マジで裏切んない、マジで絶対裏切んない、絶対裏切んない、頼む、絶対裏切んない。よっしゃ、行こうか。はい、モニタリングしていきましょう。さあさあ、ちょっと俺指示出していい？尾崎豊さん、フォーゲットミーノートとかしてる。え、コング君から聞いてんけど、キング君って彼女いるんですよね。一回確認しようか。なんか、コング君から聞いたんですけど、キング君って彼女とかいるんですか？いいえって答える。いいえって答える。おるよ。バチ可愛い彼女。そうなんですね。じゃあまだ彼女のことも愛してるんですかって。え、彼女のこと愛してるの？愛してるな。浮気とかしたことない？ないよ。たまになんかちょっと女の子遊ぶとか。もうないな、マジで。なんか影響ありますか？なんかこいつ、多分行く。これもう決定的瞬間マジ取るから。バリ楽しい、これ。えぐい、ありちゃん、バリ楽しい。ひなちゃんの、え、あれぐらい知ってるやつある？じゃあ、なんか一回彼女にバレないように前言とか消せないんですか？言ってよ。お前さ、言っちゃ悪いけど、思ってる以上にタイプじゃないし、まずブスとかは言い抜けるけど、まずそこまで可愛くないから。それなのに、フレディックのもマジで鬱陶しくやめて。それ以上、古いんやったらマジで出てくるわ。こいつ普通に不機嫌よ。やろうじゃん。うん、だから、もう言ってるやん。ほんまになったん、それガチで。え、こいつ普通にこれ言うの？笑いで返さん。普通にやめてガチで。言ったよな。普通もう、言っちゃ悪いけど、ガチ臭い。やめてマジで。マジ顔がマジタイプじゃない。やめてっつったよな。何するの？なあ。泣くのとか嫌だからマジでそれ。泣いたらいいと思ってるわ。送れやん。いらん言うてんやん。最初優しく言ってたよな、俺。あ、ひな、全然気にせんでいいで。ちょ、行こう。行こう。止めに行く。無理。これ無理や。じゃあひな、今から行くわ。ドッキリやん。ドッキリ。一回、一回みんな。いや、もう止めて、止めて、止めて。早く止めて、オッケー。オッケー、止めた。そんな言うと思うもん。まあ、俺が悪いよ、スタイル。ごめん。いや、俺、いらんっつってるやん。それ言っとったやん、もんだから、ハニートラップとかさ、あんまりいらんって。いや、まあ、彼女おるから、そういうのあっても全然面白くなくなんでって言ってるやん。はい。あんだけ言っとったら、ハニートラップなんかほんまに来る前と思わんやん。大丈夫。ガチで来てる前と思って、普通にガチで言っただけやん。いらん言うたやん、お前ら。ごめん、マジで。もう帰んねん、俺。全然、ちょ、まあいいから、ここ来て。あ、ここ来て、ここ来て。はい、はい。
なんとですね、逆ドッキリ思いつきました。どういうドッキリ？いや、俺はわかんない。あ、ま、あ、いや、ごめんごめん。まず企画を知らんから、この人。やっていきたいと思います。レッツゲットストーリー。でまず、ちゃんと自分の鏡を見てな。お前、ほんまは、もうやめとして。普通に。もうやめと、反省してるから。変えるわけやんとこ。反省、じゃあ、俺が言わした言葉やから。じゃあ、人間の顔ちゃうで、マジで。え、じゃあ、マジで俺が言わした、ずっと。あ、もう俺がずっと言わしてる。分かってるよ。え、それで俺、あんだけ切れてんだ、分かってないよ。なの、この、外見用紙してるのはやめたろ。さすがにな。顔も豚やったら、外見も。マジでやめろ。それはお前、おかしい。それはお前がマジでおかしいから。まだブイ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 泣いてんけ、お前や豚やろ、やっぱお前。父もないし、カンタラしないし、デブやつさ。お前マジで、貧乳は貧乳で、欲の一つやから。マジでそういうのやめて。貧乳は貧乳で、欲の一つやから。もうほんまブスやで。聞かんな、マジで聞かん。普通にブスやから、普通に聞かん。腹立つわ、これ。お前さ、人を見た目じゃなくさ、中身で判断できへん。お前の方がさ、ブスやで、マジで。お前の方がブスやで。別に誰になると思われようがいいよ、別に。いや、お前の方が。俺が聞いてられへん、ブスや。マジで。お前言い過ぎ。何がや。じゃあ、ドッキリしたら俺が悪い。マジで俺が悪い。だからそこはごめんなさい。だから、お前もマジで、ヒナに対してごめんなさいって言って。なんでや。それやろ。言えよ。いや、ちょ、お前それは言おう。お前が、謝る。今、ブタブタ謝るわ。ブイブイブイ。ほんまに頭おかしいな。お前な、好きで太ってるって言うから、この辺におらんからな。お前太りやすい体質の人だよな。ちょっとでも飯食ったら太る体質の人おんねん。お前もしさ、そういう人がさ、お前の聞いた言葉でめっちゃ気づいたらどうすんねん、お前。ちょっととりあえずもうマジで帰るって、一旦ちょっと一回、一旦来てくれ。一旦見る、一旦来て。マジで今日はきつい。マジで泣きやめ。はい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 、はいはい、さっきと逆の状況でございます。やったんで、ハニートラップぶっかけたんで、逆の状況でございます。マジで俺が悪かった。もうしてんねん、俺アホや。マジでこれほんまにごめん。何でもしたら仲間といて。ギュッてするってこと？おー、コンコンコン、それはコン。いやー、待って待って、ギュッやったらしたんだよ、別に。行為はあかん。でも俺は、まあ、断ってるけど全然人のこと嫌いじゃない。お仕事ほんまにめっちゃいいやつやなと思うし、めっちゃ好きやん。お前の笑ってる姿めっちゃ好きやん。あ、ちょっと待って、それ言って断るかどうか。断ってるわ。正味、お前の笑ってる姿でみんな元気だから、マジで、なかんでほんまにお前はめっちゃ、もう、笑顔で言って、もし、笑顔もひなやん。もう、笑って。え、最後なんか面白い展開の時に突撃しようや。んで、俺らが、え、お前何やってんのみたいな。おい、ちょい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 すいませんでした。いや、え、な、お前嫌いやんか。いや、待って、頭パニック、どこ何が僕が言います、あいつ、もう、え、ちょっと待って、ちょっと待って、俺は、ちょっと、え、おかしい、え、俺、言っちゃう、ちょい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 、ずっと裏切った、お前ちょい、ひげ、ひげ、ひげ、あいつ、ちょっといつも裏切るってあれや。え、あいつ、え、企画自体も、え、ちょ、カメラ、こいつ、え、ちょ、絶対お前や、俺知らんもん、なんも、え、絶対お前、怖い。さすがに、あんだけ俺がぐじぐじで自分も悪いと思ってるのに、そう、俺をこうやって止めてくれるポイントすごいと思うよ。結果、人間性を見たかったドッキリにしたかったのよ。キングってさ、普段からそういうのほんまに言うやん。え、だから、ほんまにそれをキングはほんまに女の子に悪口言うの、その悪気なく言う癖あるから。そう、ってことで、本日の学校内で終わります。さよなら。